皆様こんにちは。今回は私のお風呂を出てから寝るまでのナイトタイムルーティーンを紹介したいと思います。はい、ではどうぞ。ではナイトタイムルーティーンを紹介していきたいと思います。はい、少しぼーっとしてからスキンケアを始めていきます。お風呂から上がったら一番最初にこのルルルンのフェイスマスクをつけます。今回は高保湿タイプを使っています。パックをつけてから私は髪の毛を乾かしていきます。ヘアオイルを毛先にたっぷりつけてからドライヤーをしていきます。この時間に私は YouTube を見たりリップ編をしたりしています。髪の毛を乾かしたらフェイスマスクを外します。まだマスクにたっぷり液が残っているので体にもつけています。フェイスマスクを外したらこの段階で顔のマッサージをしていきます。顔だけじゃなくって顎や首周りも結構老廃物が溜まっているのでしっかり流しています。顔のマッサージが終わったら美容液をつけていきます。最近は紫外線が気になるので美白系の美容液を使っています。次に乳液をつけていきます。この乳液をつけた後もしっかり顔のマッサージをして顔が小さくなるように毎日マッサージをしています。で最後にナイトクリームをたっぷりつけます。いっぱいつけると翌朝もちもちになるので結構たくさんつけます。スキンケアが終わったらこの機械を使って体中をマッサージしていきます。結構筋肉質で硬いのでゴリゴリ思いっきりやってほぐしていきます。で、ゴリゴリやったら老廃物を流していきます。で、それと同様に足もめっちゃ力を入れてゴリゴリやっています。めっちゃ痛いです。で、最後に歯磨きをしてこの間にまたリップ編したり YouTube を見たりして過ごしています。はい、こんな感じで私のナイトタイムルーティンは終わりです。上に布団が敷いてあるので上で寝ます。はい、こんな感じで私が実際に毎日やっているお風呂上がりから寝るまでのルーティンを紹介しました。私はお風呂から出たらすぐにパックをするんですけれども、こちらのルルルンのフェイスマスクを使っています。今までいろんなパックを試してみたんですけれども、このルルルのパックが一番目周り口周りに無駄なくパックが行き届いて、で私は髪の毛を乾かしてる時に使うのでその剥がれてくるっていうこともなくって、でこの3種類
から毎日選んで使っています。で、私が一番お気に入りなのがルーティーンでも使っていたこのもっちり高保湿タイプが一番好きです。このフェイスマスクを剥がした後に本当にしっとりもっちり肌がなっているので本当に大好きです。で、ルルルンのパックは全国のバラエティショップだったりドラッグストアで買えるんですけれども、概要欄に貼ってある URL からだともっとお得に購入できるみたいなので、気になる方はぜひ試してみてください。はい、最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。